今回はこのスズキエブリーの AGS ミッションの車で PPL を試していただきました。乗ってもらってます。どうですか収束の感じで、あそこ突き当たりは左折になります。ここマンホールとかがいっぱいあるんで、ご注意ください。覚えててくださいね。戻ってきます。奥さんも覚えててね、このデコボコの印象。あと 200m ぐらい行くとあのバスの折り返しがあるんで、その入り口だけちょこっと借りて U ターンということで、はい、ここですね。うまくターンしちゃいましょう。どうぞ、はい、浅く手前で済ませて、でそこを左に行きます。この辺意外とね、ありとなしでは差が出ます。効いてるような気がしますね。なんか走りすごくいいですよね、なんかね。滑らかですよね。あと突き上げも角取れてるし。はい、じゃあそこで一旦停止になったら左折のウインカー出してもらって、そこのガードレールに寄せてもらって左側ね。はい、どうぞ。でボンネットリリースしてもらって私が外してきますから。よいしょ、はい、失礼します。アルミテープ貼ってあるの発見。じゃあターンでお願いします。今のコースで行っちゃいましょう。はい、いい感じです。あとは普通に走っていただければ。どうですか奥様、揺れ心地。後ろの方の音が全然変わりましたね。ちょっとエンジンの音は上がったような感じがしますね。この時のあれが違います。余計にちょっと踏むようになったかな、はい、じゃあここでそのようにして同じように、ああ今日は対向電磁なくて楽だわ。あとここを走っていく時の車の重さの感じがやっぱりアクセル余計に踏むようになると思います。結構違うと思いますけど。じゃあ一旦停止で右に行きましょう。ありがとうございました。
で最初のガードレールの切れ目を左です。はい、いかがですか。今回は後部座席より動画を撮影させてもらいました。いつもは助手席ですが、後部座席に座っていた時の方がプラス PPL ありなしの揺れのギャップが多かったような気がいたしました。ただしご本人様たちはアクセル、エンジン音などに興味が惹かれたようでございます。